はい、8月29日本日のメニューです。デリーマーケット上におります。そしてマーケットの方プラスから始まってずいぶん下げて、で戻り試したんですが結局戻りきれずっていうですね、なんとも言えない一日でした。アトラクティブストックスリクルートが、13社ですか、結局売り出し発表して、でそこの一部、買われているところがありましたので、その辺ですね、その辺を中心に見てます。明日はこれを買え、 IKK トリケミカル、内田横、この辺かなと思っております。ということで、この後は主要指数の動向と2253銘柄中心に大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。はい、月曜日に舞台見に行ってきて、でまあ、なんか久々にねがっつり泣いた話だったんですけど、人工知能 AI をが、まあ、一つのテーマで、で人工知能の研究をしている兄弟というかお兄さんが人工知能の研究をしていて、その人が失踪してしまうと、でそれを心配した妹がその兄を探すっていう話、それと絡めてなんかいろいろ成人の話だったりとかそんなのもあったりするんですけど、まあ、あのメインのストーリーはその兄弟の話で、その妹がそのお兄ちゃんを探すためにいろいろ駆け回って、まあ、アクションがあったり盾があったりとかっていう話なんですよ。で最終的に、なんか研究所に忍び込めば、そのデータを見れば、その研究したデータを見れば何かヒントがあるんじゃないかみたいなことで、データを研究所に探しに行くんですね。でものすごくその兄弟が、両親が、まあ、小さい頃に亡くなってしまって、で兄弟愛が結構すごいのですよ。で最終的にお兄ちゃんとしてはもうずっと妹を見守っていたいと、なんで自分が人工知能になってしまえばずっと妹を見守っていられるってことで人工知能になっちゃったっていう話なんですけどね、ある種気持ち悪いんですけどすごく気持ち悪いんですけど、まあでもまあそういうこともあるよなとか、そういうこともはないんですけど、それぐらいまあ人を好きになることもあるよなとかってことをちょっと思ったりとかして、そういう話だったんですよ。話あの舞台としてはねその断片的にここだけ話すと気持ち悪いんですけど、まあよかったんですよはいというね、そんな感じです。夏がもう今日もう8月29日焼肉の日ですんで、もう夏が終わりますけど大丈夫でしょうかまだちょっとね残暑、バリバリ残暑ですけど、でもまあまあ涼しくなってきたなって感じありますよね。で何でしょう、日が沈むのが早いなっていう感じですよね。なんか全然なんかもう6時過ぎぐらいにあれ暗いみたいな感じになってきちゃったよね。ああちょっと寂しくなってきたなって感じします。はい、というねそんな感じであります。はいちょっとまあ8月営業日あと1日ですか、8月30日ね、金曜日で終わりますんでね、その9月入りとなるとちょっと寂しいなっていう感じがしますけれども頑張っていきましょう。はい、ということでね、8月これちょっと気温のふと下にすぐ潜ってしまうんで、ね、頭しか見えない感じになっちゃうんですけど、ちょっとうまくね調整がねできないんですよ、しろよって話だね、こんな感じですかね。ということで8月、まあ今更遅いということで、8月29日日経平均株価見てまいりましょう。はい、6月29日です
ですね。日経平均株価18円49銭安、2万飛び460円93銭、0.09% 下落でした。惜しくもね、マイナスで終わるということで、朝方高く始まって、その後、ずるずる下げていって、戻しかけたんですが、戻りきらずという形になりました。もうニューヨークが始まってますが、中国の高官がですかね、来月にも渡米するというような話が出ておりまして、それを交換する動きとなりまして、一気にリスクオン。ニューヨークダウただいま26,332.77ドル、昨日も高かったんですけどね。日本株、ちょっとその流れを受け継げずでした。アジア株がちょっと安かったっていうところなんですけど、結局半線はプラスですけどね、上海市総合指数はマイナスという形に引っ張られた、そんなところでした。ナスダック総合指数も、昨日はプラスでした。で、今日も、1.48% 上昇、 SP500 1.2% 上昇となっております。原油もう一気にリスクオンの形で56ドル57セントプラスになっております。為替が、きれいに反応してます。106円50銭というところまで一気に戻ってきております。はい、というところですね。225分足確認しておきましょう。ここから右側が今日の動きですが、朝だけ高かった。で、あともずる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 下がってしまって、で、10時40分ぐらいに安値取った。で、その後、戻しかけながら結局プラスには戻せずという形で終わっております。トピックス 0.18 ポイント数惜しかったですね。1490.17ポイント、 0.01% 下落。 JPX400 1.15ポイントマイナスで 0.01%、 こちらも惜しくもマイナスとなりました。主要指数すべてマイナスなんですよね。2部指数が 0.23% のマイナス。ジャスダック平均が16円86銭安、3282円10銭 0.51% 下落。結構厳しいですよね、ジャスダック平均ね。7連敗になってますね。で、マザーズ指数、結構下げ方きつい。年初来までいかないけど、今年の頭以来の安値ぐらいですよね、多分ね。824、そうですね、そんな感じの、水準になってきております。4日続落、16.42 ポイント安、824.2 ポイント、1.95% 下落です。リート指数は、こちらも惜しくもマイナスでした。0.32% のマイナスというところです。225の中身見ていきましょう。今日はですね、値上がり銘柄数が127、多いんですよね、値上がり銘柄数の方がね。の割にマイナスだったって、昨日と逆ですかね、という形でした。変わらずが11、値下がりが87銘柄となっております。で、今日1人悪役がいたねってことで、下落、まあいいか、値上がり率上位の方から見ていきますけど、値上がり率トップ、今日は楽天でした。昨日下げましたっていうところですね。今日もあれ、ビジネスブレインを多少話して楽天、マイナスの場面もありましたが、下がマイナスから始まってプラス転換、22円高954円 2.36% 上昇。まあ自立反発的な動きなんでしょうかね。でした。2位が大成建設、85円高に、3730円 2.33% 上昇。特に材料はないのかなと思いますけど、まあ、どうなんですかね、九州の豪雨が影響してるのかどうか。3位日水です。13円高600円 2.21% 上昇。そして4位太平洋金属、38円高1836円、 2.11% 上昇。5位、井出光興産、55円高2756円、 2.04% 上昇でした。で、突破印刷の6位です。
32円高1660円 1.96% 上昇でした。突破これなんか関係してるんですかね。リクルート株持ってないとか、あそうですね、リクルート株を売却する、まあ、この辺の銘柄、リクルートホールディングスの株を持って売り出しに参加する企業は結構ですね今日は上がっておりますので、後でいくつか見たいと思います。あと続いてアドバンテスト、堅調ですね。75円高4180円 1.83% 上昇。この前のキーサイトでしたっけね、の決算発表も影響しているのかと思いますが、続いて徳山37円高2157円 1.75% 上昇で、清水建設15円高883円 1.73% 上昇となっております。ここまでかな。日野自動車までですかね。日野自動車14円高830円 1.71% 上昇となっております。800円、結構固めですかね、日野自動車ね、はい、というところ、以下三井金鈴木トヨタとのね提携も発表しましたね。その辺のを交換した動き出てます。あと武田に、アーム、朝日ガラス、コンコルディア、昭和電工、サムコと続いております。では下落率上位です。今日はもうこの人ですね、リクルートです。159円安3154円、 4.8% 下落となりました。あるかな、あれこっちか、結構まあその売り出しの話とか、あとリクナビとかのね話とかもいろいろなんか出てきてますけど、就活サイトリクナビの運営の問題も嫌気ということで、ダブルパンチということだそうでしてですね、なかなか大変、まあ、自社株買いも同時に発表してますが、ちょっとそれでは吸収しきれないということですね。売り出し価格9月10日から12日までの終わりの基準に算定するので、それまでに株価を下げておきたいと考える向きもいるんじゃないかと、そんなことだそうですね。リクルートが今日企業でのマイナス方向に17円押し下げております。下落率2位がユニチカ、安値更新12円安296円、 3.9% 下落でした。ユニチカがこんなちょいのも珍しいですね。不織布やポリエステル製繊維の計76品目で検査データを改ざんしていたという発表がありました。取引先と定めた基準や社内基準を満たしていない製品を適合品として出荷していたということだそうで、改ざんの発覚後も1年近く不正の公表と取引先への報告を見送っていたとされているそうです。まあ、製品への悪影響はないとされているが、信頼低下による視野の低下などが懸念されるというところであります。続いて DNA、70円安2167円 3.13% 下落。昨日上がった分ちょっと反動で売りが出ておりますと。続いては、あ全然違う高島屋31円安1184円、 2.55% 下落で、 IHI 47円安1979円、 2.32% 下落です。東方90円安4435円、 2% 下落となってます。2日大幅続落ですね。で青空銀行安値更新ですかね、46円安2409円、 1.87% 下落で、日産化学も安値更新から結構多いですね今日ね。75円安4455円、 1.66% の下落です。あと J フロント19円安1189円、 1.57% 下落で、カシオここまでかな。カシオ計算機22円安1459円、 1.49% 下落となりました。以下オリンパス、日立、 KDDI、 板ガラス、ダイキン、 NEC、 大日本住友製薬と、そんな形で続いております。
朝日ガラスが今日朝結構上昇率のまあまあ上位にいましたけど、みずほ証券で中立から買いに格上げ出てたようですね。目標株価3600円ということだそうです。なんかな、スズキ、はい、でしたね。特にあと材料ないかな。一応安値更新、今ずらずらずらっと見ましたけど、そんなところかなと思ってます。高値更新とかありますかね、今日。このモヤモヤっとした、あ、ないですね。大型は高値更新ありません。安値更新今日見た以外の大型安値更新はあまりないかなと思うんですけど、ポーラオルビスとかまた安値更新、そうですね、多分そんなもんかなと思います。はい、はい、ということで、なかなか、まあ明日ね、それなりに期待できるのかなっていう感じ出てきましたんでね、明日見ていきましょう。それと、ということで以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。